ありがとう。あのさ、皆さん、ちょっとお聞きしたいんだけどね。ありがとう。体調良くないんです。あんまりね、今日大ごとね。だけど、慎吾がね、飯食ってねって言うからさ、今ね、あの焼肉残ってるの炒めちゃおうかなと思ってね。そう、今日はね、ちょっとお聞きしたいんだけど、あれですか？うち新聞ね、なくしちゃったのよ、新聞を。ほいでさ、なくしたっていうか、あのおじいい加減だからさ、今日年忘れ日本の歌、何時から ?6 時。ああ、ありがとう。イベントありがとうね。今日イベント終わるんだって。ありがとう。風邪ひいてるじゃないのって。そうだ、ハクションは出るしね。もうね、大ごとね、家も新聞やめました。あ、そっか。まあね、日本のね、なんだっけ、年忘れ。あれ、何時からかは、新聞はあるんだけどね、今、あれでしょ。死後ね、また行っちゃったよ。ね。あ、吉江さん、あ、皆さんのコメント見てないんですか？なんで4時からって言ってます、ね、そうなんってことはもう5分過ぎてますね。あら、弱ったな。今やってるじゃないですか。いやだ、やってんの？今やってますね。いやー、弱ったな、みたいな。あら、あら、私今日はちょっと立ってるのが辛いんだよね。これ切ってくんねえかな、ダメか。切れる？信号に。これ、切れねえよな。立ってるのがすごい辛いんだ、今日。切ります、切ります、切ります。どいどいどいて、どいて、どいて、どいて。切れた。じゃあ、もうだ、僕とかないな。だから、これ、皮むかなくちゃだからさ。置くとこないんすよね、これ。今日はね、頭に来ることばっかりよ。おじいがね、またね、シーツ全部剥がしちゃったの。シーツ剥がすとさ、あれでしょ、あの、また布団カバーになっちゃうわけ。布団カバー汚したらどうしようもないよね。なんでああいうことばっかりやるんかなって、頭がないなってつくづく思うよ。手伝いってもういいじゃん。もう俺にやらせないんだから。基本、ちなみに俺これフライパン俺がさっき洗ったからね、さっき。これテレビ見たいな。もう始まってるんじゃ。このパーカーもう売ってないっすよ。まったくな、みんなな。あのおじい何もバカだからわかんねえよ。バカだからもう今日も出かけるって。おパンチュ、おパパパ、おパンチュ、うっさきー。また始まったで、バカが。バカはああいうことしか言うようがねえんだな。かわいそうなもんだ、いい年こいて。かわいそうなもんだよ。当たり前のことが言えないんじゃ。どうしようもないよ。ダメだ。日本の歌見たいな。すごいですね。なんかいろんな方が亡くなってるみたいですね。なんかね。だからこの寒さだから。すごい、本当年末、本当、まあ、なんだ、2023年ギリギリで、ギリギリっていうか、なんていうの、その本当年、本当年末も年末ですよ、もう。のところになんか密集して、なんかね。
いろいろなくなってるよな、うん、昨日なんかあれだったじゃねっけ、トランク入れてなんか、うん、ああまあね、なんつう配信者な、まあそうですね、昔からいるニコ生の人っすね、なんつう人だか私知らない、女男っすね、男、そう、まああとさださんもそうだし、男、まああとはその配信者とかはまあそこだけだけど、なんていうの、あと芸能人とかもね、あのアホの坂田いるじゃないですか、あの坂田師匠、アホなんて知らねえよ、あアホの坂田知らないよ、知らないよ、アホの坂田で、あのこうなんていうの、ニックネームではないか、アホの坂田って言われてた、その坂田なんていうんだっけ、下の名前忘れちゃったけどあの吉本興業の坂田敏夫さん、お笑いの方っすねとあとはなんかプロレスラーの方も亡くなったらしいっすね、うん、なんでこんな押し詰まってるあれなんだろうね、なんかアントニオ猪木とかと戦ったことある人らしい、名前忘れちったけど、海外の人かな。明日あれだよな、なんていうの、明日正月でさ、雑肉ってってさ、あそう、亀梨がね、かあれですよ、か亀有かずなりが、要するに何て言ってたっけ、亀谷かずなりがですね、亀谷かずなりが1月1日に結婚するらしい、あ相手なんだっけ、名前忘れてたけど、女優の方さ、 お互い37歳のあれらしいよ、で、うん、まあた多分おそらく確定、まあ確定ではないんだけど、おそらくほぼ確定じゃないって言われてるらしい、亀井かりやか、そうそうそう、田中みな実さん、そう、田中みな実が結婚するとあの亀有かこか亀有何、田中みな実と結婚するらしい、なんか確定ではないらしいんですけど、ほぼほぼ確定らしい、田中みな実綺麗だねでなんかね、そのなんで1月1日に結婚するかっていうと、その今年の1月1日がなんかとんでもないめでたい日なんだって、めでたいっていうか、なんて言うんだろう、その縁起がいい日なんだってよ、まあ要するにほらなんか大安吉日みたいなのあるじゃん、ああいう感じでなんかそういうなんかめでたい日みたいなのがなんか重なる日のらしいんだよね、忘れちゃったけど、なんかツイッターで見たけど、なんかそういうなんかめでたいって言われる日がなんか重なるんだって、1月1日になんかいくつものなんかそのめでたいっていうなんか、まあ要するに大安吉日みたいなのがすげえ重なる日なんだって、こあの今年じゃねえや、来年の1月1日、うん、そうだからそれに結婚するんじゃねって言われてるらしくて、だからヒカキンも結婚するんやと思って、ヒカキンもするヒカキンもおそらく結婚する、でそれを1月1日に発表するんですよ多分よく知ってんね、うん、まあこれも確定ではないんだけどあの確定じゃなかったらヒカキンの釣りになるから、うんあのね、そのヒカキンが今までにないぐらいの、今まで僕が発表したことないぐらいの重大発表しますみたいなことを言ってたんですよ、もう結構前から。でそれでその発表までなんかこうあと何日とかなんかそういうなんかカウントダウンみたいな、なんかそういうページみたいなのがあるんだけど、そこになんかあのたくさんのバラの花束のなんかこうなんだろうみたいなの添えてあるんですよ、そのページのところに。でたくさんのバラの花束ってことは基本的になんていうの、その結婚だと思うんですよおそらく。だらバラの花言葉みたいなのあると思うんだけど、だ確かなんか俺も詳しくないけど、バラってさ、なんか1本だとこういう意味で、2本だとこういう意味で、10本だとこういう意味で、100本だとこういう意味でみたいな、なんかその花言葉みたいなのがあるらしいんですよ、なんかそういう、うん、でたくさんのバラの花束のやつだったから、おそらく結婚っていう多分あれだと思うんだけど、そう、田中だ、今まででなんか本当一番の重大発表みたいなことを言ってるのと、そのバラの花束のなんかそういう匂わせみたいなのをやってるのと、あとなんかこれは後から知ったんですけど、その1月1日、そう亀梨のなんかあれで知ったんだけど、来年の1月1日は、まあ来年生も、まあ、あともうね24時間とっくに切ってますけど、
来年の1月1日はそのとにかくおめでたい日がめっちゃ重なる日らしいから、だから多分そこにかけてるんだと思う。かけてるっていうか、うん、そこを狙って多分やってるんですよ、ね。亀梨がその田中みな実さんとらしいですよ。でヒカキンは相手はなんかあのなんだっけ名前忘れちゃった本田なんとかって人だっけ忘れたけど、もしかしたらその人じゃねって言われてるけど、まあでもそれはまだわかんない。相手は完全にわかんないんだけど、あくまでネットユーザーの人が予想してるだけ。うん、本田翼だっけ、なんか YouTube とかでもコラボしてたりとかしてたみたいで。すごいね。でも相手は別にそれかはわかんない。うん、これも全然ネットユーザーがそうじゃねっていう思ってるだけなんで、みんながなんか亀梨と田中みな実合うような気がするあ、そう田中みな実綺麗だもんな。うん、でもお互い年齢37同士らしいからね、うん、だからためだから、まあ、1個ずれてるのか知らないけどさ、あの人綺麗だよ余裕で田中みな実やな。そうだ、これでヒカキンがもし結婚じゃなかったら、ヒカキンってだから要するにそういう釣りをするやつなんだねっていう感じになるから、うん、だから多分まあヒカキンってまあでもそういう釣りしなそうなイメージあるけど、過去になんかちょっと釣りっぽいことも何回かしてるから、まあ釣りな可能性もあるんだけど、でもなんかなんとなくしなそうな気がするけどね。本当に結婚な気もする、まあ、年齢的な なあれも考えてさ、もう結構ヒカキンだっていい年だし。ヒカキンの情報はどこで見れますか？ツイッターでヒカキン結婚とかで検索したらいくらでも出てくるよ。うん、だまあ確定ではないんですよ。まあ、要するに匂わせてるって感じ。でもそれ、まあ、明らかに結婚の匂わせだから、それが仮にヒカキンの釣りだった場合は、あ、ヒカキンってそういう釣りするんだっていうレベルのもう状態っていうか。うん。いいな、みんな結婚ダッシュでこっちは墓前近づいてるっていうのにスマイラいな。ああ、いいな、これからな。ああ今日もあれだあのおじいはいい加減だ、やることが。ヒカケンもついにおそらく結婚ですか。結婚はいつするんだい。はい、あんた結婚はいつするんだい。ああ、まあ2年後ぐらいじゃないですか。彼女がいる彼女がいるんかいいないですけど、いないですけど、笑わせねえでくんない。いないですけど。40で結婚かいまあギリ39ですね、多分2年後は。嘘、40じゃねえ。だって来年年が明けてよ、38なんべ。あ、そうか、うん、まあそれはいいんだけど、よせさ、何、早く焼きましょう。焼くよ、離れねえんだ。ああ、そう、サラさん亡くなったみたいですね。うん、油じゃねえよね。サラさんと約束してたんだけどね、ツイッターでもつぶやいたんですけど。フライパンは油じゃねえよな。うん、あ、これ油じゃないですよ。サラさんとポンちゃんと俺と3人でね、ダチョウ倶楽部 のパロディで手帳倶楽部っていうのをやるって約束してたんですけど、叶わなかったね。ダメなのか分かんねえや。一応佐田さんにね、連絡してそれや3人でやろうって言ったら、あ、ぜひやりましょうって言ってたんですけど、でポンちゃんもなんかやる気になってくれてたんで。で一応約束はしてたんですけど、結局叶わなかったっていうね、亡くなってしまったみたいなんで。うん、まあそうっすね。だから人間いつ死ぬか分かれへんね。いや、だから、うん、まあそうなんですよね。その僕もなんかね、昨日のなんかあの自分のツイッター見てたんですよ。佐田さんがなんで亡くなったの知ったかっていうと、自分のツイッター見てたら、そのなんだろう、その佐田が死んだみたいな、なんかそのツイートがあったんですよ。でそれ、そのツイートがなんかそのみどりさんがね、ニコ生のみどりさんが、あのなんか佐田が死んだみたいなことを
なんか言ってた動画の切り抜きで、でその人がその動画と一緒にそのサダが亡くなったみたいな、サダが死んだみたいな、なんかこうなんていうのツイートしてて、コメントっていうかなんていうの、ツイートの文字のところで、うん、でそれで初めてそのサダさんが死んだっていうなんかその言葉というかを見たというか、まあでそれでまあそれ嘘だと思ったんですよ。なんかねサダさんがほらなんか歌枠とかっつうのがなんかニコ生でなんか2日前だか3日前ぐらいにあったらしくて、でなんかそれ出るの知ってたんですよ俺、まあ見てないですけど。であとなんかその前の日、なんかその亡くなる寸前までなんかその亡くなる日なのだかその前日なのかよくわかんないけど、なんかそのニコ生してたらしいので、そうだからなんかしかも別にそんななんつうの急に死ぬような病を患ってたわけでもなさそうだし、だから事故だみたいな。そうだからでもすぐ事故だとは思わないじゃないですか普通。そのサダが死んだっていうなんかそういうところしか見なかった瞬間は事故っていうなんか情報がなかったので、事故で亡くなったっていう、だからそんななんか急に死ぬ、まあ普通に考えてなんか病死とかなんかそういうものがあるのかなと思うじゃない最初は、うん、でそれを 見た瞬間に、あ、まあだってそんな直前まで配信もしてたみたいだし、多分そんなすぐ死ぬようななんか病みたいな多分なかったと思うから、多分嘘だなと思ったんですよね、うん、でもなんかそのなんかそのいろんな人のツイートとかでなんかいろいろ情報が出てきて、まあそのいろんな人がツイートしてるじゃんそうすると、でそしたらなんだろう、そのサダさんが事故で亡くなったっていうのをなんかそのニコ生の歌枠のなんか打ち上げかなんかなのかな、なんか動画が出てきて、でなんかポンちゃんとかいたけど、なんかそれでなんかその切り抜きの動画で見たんですけど、でサダが亡くなったみたいなことをなんかこう誰かが言ってて、でなんかみんなそこにいたなんかそのニコ生の人たちが驚いてて、でなんかもう空気で分かるじゃん、なんかもうこれは冗談で言ってるのか本気で言ってるのかみたいな、そのなんかその時の空気感ってあるじゃん、言い方とかさ、でそれ見て、あ、これガチっぽいなと思って、でいろいろこう検索してみたら、なんかその事故で亡くなったっていうのがなんかみんなこうツイートもしてたし、いろんな人がツイートしてたし、あ、これ多分ガチだなと思って、そうだから結局その事故の場合って、その別に今までちょっと前まで元気だったとしても結局事故によって亡くなるわけだから、そこで、ああ本当なんだなと思ったんですよ。 なんかそれまでさ、なんかもう瞬間その死ぬ直前まで元気だったら、なんかいきなり病気とかなんかそんな死んだっつっても、ってそれ嘘だろってなるじゃないですか。でも別に直前まで元気でも別に事故にあったらもう死ぬじゃないですかみんな。ああだからそういうことなんだと思って、それで初めて、ああ本当に亡くなったんだってのは気づいたっていう感じですかね。うん、いやーちょっとねだから人間いつどうなるかわかんない。そうっすね、年じゃないよなんかなんだろう、年じゃないよ。なんかセブンイレブンに行こうとして、なんか行く道でなんかこう崖から落ちたんだって。崖っていうか、なんて言ったらいいんだろう、俺その写真見たんですけど、ツイッターでアップされてて、なんて言うんだろうな、なんて言ったらいいんだろう、あれ立橋っていうのかな、わかんないけど、あ、立橋ではない、なんて言ったらいいんだろう、あれなんかこう、車が通る道があって、下になんかトンネルみたいなのがあって、でそこのなんか、なんだろうな、上にも道があって、下にも道があるんですよ、多分。でその上の道から下の道のところの間のところにこうトンネルがあってみたいな、でそのなんか、なんて言うんだろう、上から説明下手だな上からその下のなんかこう高さがおそらく5メートルぐらいあるのかな、わかんないけど、うん、ぐらいあって、でそこから落ちたらしい。まあ、佐田さんって結構とろいから、なんか不注意とか、なんかこうあと落ちた瞬間とかもさ、多分その運動神経がある程度いい人とか、まあ普通ぐらいの人だったら多分その受け身とか多分取れると思うんですよ、多分ある程度ね、多分あれぐらいの高さだったらおそらく不意に落ちても受け身さえちゃんと取ればそんな相当なんかこう運悪くなければなくならないような気はするんだけど、わかんないけどね、わかんないけど、そう、ただ佐田さんって結構まあ佐田さん知ってしたらわかると思うけど、めっちゃとろいから、あの人だから多分おそらく受け身をうまく取れないで、おそらく頭とかからこう行っちゃったのかなっていう、でそれでおそらくそのなんていうんですか、
まあ、打ちどころが悪くてっていうか形なのかなとは思うんですけど、うん、そうそうそう、まあそのまあある程度の運動神経がある人だったらおそらく受け身さえ取ればもちろん怪我はすると思うし、まあ全然接骨とかはありえるのかなと思うけど、おそらくそんな亡くなるまではなかなかちゃんと受け身さえ取ればなくならないのかなぐらいな高さではあった。なんかその写真見た感じわかんないけどね、うん、まあ俺の感覚で言うと、うん、だから本当怖いっすよね。なんかそんなとこで普通亡くなるかっていうようなとこで亡くなった感じがあるので、本当なんかそんなこんなことで人って亡くなるんだとは思いましたね。うん、だ本当危ないんだなと思って。あ、接骨じゃない、骨折ね。あー、ひげなこれ。まあ、まあ、なんかコメントでそう言われるから、まあ、一応言っとくけど、ゆいがさんとかはまあぶっちゃけ俺あんまなんていうんですかね、そんな関わりたくないような人だったんで、まあ、名前とかも今まで言わなかったんですけど、まあなんか、スルーしたらすげえ言われそうだから一応言っとくけど、うん、まあなんからしいですよね。なんか、うん、なんか本人らしいですよね。まあわかんないけど、うん、彼女がいたんだってね。結婚するつもりだったんだってよ。ウリタ純氏とかがなんかツイートしてたみたいですね。うん、あ、そうだ、そういえばさださんって確か彼女じゃない、結婚相手がいるとかなんとか言ってたっけ。あ、いたっすよ。結婚は してるのか、あれしてないのか。結婚は してないのかな。なんか結婚するとか言ってなかった、そういえば。バカだね。うん、自分の袖にみんな水を入れちゃった。はい、バカだね私。結婚 間際だったの。結婚はしてなかったのか。いくつだい、いくつだよ、この人は。いやー、なんかそう、なんかなんだっけ、ボストンバッグだかなんだかに入れられて、なんか体でボストンバッグじゃない、なんだっけ、スーツケースだっけに入れられて、なんかこう流されたんでしょ。なんか流されたっていうか、なんか川で見つかったらしいんですよね。男なんで、まあ、おそらく誰かに入れられて流されて、でそれでなんか流れ着いたところで、なんか釣り人だかなんだかが発見したんでしょ。でそれで警察、炭薬飲まされたか、それで警察に通報したとかなんとか。炭薬飲まされたか、首絞められて、スーツケースか入れられたって。うん、それで天然さんが、うん、向かってたよ。まあ明らかに状況的に他殺だろうね。うん、男なんべ。吉江さん詳しいなっていうか。天然さんが向かってたよ。あ、そうなんだ。見てたんだよそれ。これ。そうなんだ。びしょびしょにしちゃったよ。分かっちゃった。恐ろしいね。アンチなんだよ。いや、誰にやられたのか分かんないけど、アンチつってたよ。いや、どうだろうね、なんとも言えないんじゃない。アンチ、あんたもアンチがいるから気をつけた方がいいと思う。いやでも、まあもちろんアンチっていう可能性もゼロではないけど、なんか、まあこんなこと言うのもあれなんだけど、あの人って結構なんかそういう、なんていうんですかね、あんま言ったらあれだけどさ、こう、まあ、アウトロー系な人だとおそらく思うので、そっち方面でなんかこう、まあ、要するに配信関係ない人とかにやられた可能性のが高いんじゃないのかなとは僕は思いますけど。いや、もちろんアンチって可能性もゼロじゃないけど、そこまでやります？なんか、まあ、いや、わかんないけどね、いろんな人が見てるからわかんないけど、それよりもなんか、まあ、そっち系の、まあ、要するにガチの人だよね、ガチの人とかの方がそういう行動に最終的にたどり着くのかなとは個人的には思いますけど、まあ分かんないけど、全然分かんないですけど、うん。人間怖いね。
怖いよ人間は、うん、年の順じゃないな年じゃないな本当に死は年じゃないな、うん、怖いな人間そうっすねでこれ予算いつ役なんですかいや今水こぼちゃって自分のあれだよこう水出してて自分の袖に減っちゃったんだよ焼いてよ芯をやあのかき混ぜてよ少し弱火にしてあるからここに水が減っちゃったんだよこの間にほんでここに全部流しちゃったんだよバカだいなもういいんだけどさバカなことでやってんだよ私も本当悩みがいっぱいだよあいつあれシーツ剥がしちゃって困ったよ今度あれ今夜のうちにシーツ貼らないと掛け布団が汚れたらいやね敷布団カバーが汚したらどうしようもねえで頭がねえんだよなはっきり言ってな頭なさすぎだよ肉らしくね、はい、焼くやつベーコンもやっちゃいますか。いいんだね。ベーコン持つやつはいいよ。そんな持たないもこれ処理いい。もういいよ。ベーコンもやっちゃいましょう。グリーンダレやってもいいけど。ベーコンも。キャベツはもうやっちゃったの全部。いやだやってよ。キャベツはやんねえよ。そんないっぺんに無理だねあんた。キャベツだってもうちょっとしかないよ。こんだけしかないよ。フリーキャベツがあるんだよ。いいよほらこんだけしかないって言われてもいっぺんに野菜で入れたってしょうがねえなんだよじゃあ肉野菜を先に掘り出すわけ焼いてそうだったら構わねえよ野菜で入れてさどうなってんのこれキモいよじゃん最低だよねこれの焼肉のタレいいかんねこう昨日のがあるからタレ作んないでねなんでそんなでかい皿持ってくるのそこにちっちゃい皿十分じゃねえのこれ全部のっけないでしょ焼きながらでしょあの小さい皿で十分だと思うけどなんでこういうものやるのうるさいなどこに小さい皿があるなんでダメだもんいっぺんに持ってきられちゃってさ人間やり方あるよねバカでもねえ限りは全部これ皿開けたってしょうがないじゃないフライパンに入れとけば温められるでしょだからどんなでかい器は必要ないんだよ何やってもダメなんだよ頭がねえんだから逃げ頭なくてダメだよありがとうございますありがとうねもうね、怖くってねガタガタするとね、うん、怖いんだよね今日はねなんか足がグラグラだ悲しいねね大晦日だっていうのにこれだもんねかわいそうだね何が私だよ何もできないの。まあ肉焼くっていうか余ってるやつを焼いてる感じなんですね。どっちかっていうと。もう悪くなっちゃうんで、あと腹減ったんで。処分なんで。まあ。
ですよ。これあれじゃないの、玉ねぎこう乗っけといた方がいいんじゃないの、温めるに全部あこう皿に開けたらかあれだよ。だから小さい皿でいいんだよ、ほんのでかいんじゃなくて。そう思わない、これ全部入れるわけじゃないでしょ。なんでこういうでかい皿使うかね、いつもね。その皿がいいかと。じゃあ悪いけどさ、それ取ってよ、それに敷いてよ、傷がつくんだよこれ、すごい私嫌なんだよ。何が気に食わない、あんたはいつも。そうです。何が気に食わないの。それ取って、それに敷いといて、それそれ。もういい加減エブリンに洗脳されるのやめて、本当に。これ敷いといて、ステンレスに気がついたら、傷がついたらもうダメだから。あんた引きずるからすごいんだよ、ステンレスが。もうダメだなと思って、拭いても治らねえから。傷は器買うと書いてあるよ、傷っちゃダメだって。あ、もう俺ね、朝昼食ってない、今日何も食ってない、腹減りました。そんなの自分の勝手だよ。俺これ食やねえや、またストレスたまるな、あのジジイもよ。足でいやがって、シートは剥がされる方がいいんだよ。なんで剥がすの、布団カバー汚したらどうしようもないよ。枕カバー直に寝てるんと同じで、何のつもりな、あの男はな、人生と思うよ。肉食えばもう焼けたから。あ、カウントダウンありがとうございます。特命の方、肉食えば焼けてよ、もうどうぞ。料理酒で焼きません、これ料理酒。いいよいいっつんだよ、もう入れてあるんだから。いいよ、やめるよ変なことは。もう料理酒と醤油で食いたいな。これね、これあれだよ、あんたが開けたのこれ使っちゃえよ。焼肉のタレ十分余ってるから、昨日量に応じてだよ。こんなの一本買ってすぐなくなるよ、こんだけ開けりゃ。頭ねえ証拠だよ、何でも頭がなきゃ終わりだよ人生は。文句言いたくねえけど、クズで。あんた文句言いたくないじゃないですよ、ヨゼダは。文句が言いたい、頭にくるんだよ、あの。ヨゼダは文句言いたくないんじゃない、文句が言いたいの。それね、あのジジイも頭にくる。あなたは文句が言いたいの。なんであのシーツを剥がすの、おかしいよ。シーツを剥がすのおかしいよ。まだシーツがあった方がいいで、布団カバー汚したらどうしようもねえで。あとしますできるんか、あのジジイに。今日もそうだね、掃除機かけてくれたのはいいけど、掃除機の入れ方もわかんねえんだよ、袋の。ああいうのわかんねえから、私が入れたんで壊されちゃうもの、変なとこを剥がされて。そういう人なんだよ、何もわかんねえんだよ。料理酒と醤油で、ああほら、何めっちゃついた今。お前完璧人間なんじゃないの、今肉めっちゃついたかんね、今服に。いや自分で焼けた、もう大事だ。いやいや俺焼く、はい、貸して。跳ねかさないでね絶対、うん、悪いけどどんどん食ってもらっていいよ。いやいや、これで食えばいいの、昨日のうちさんがこれ食った。そうだよそうだよ、このタレで食えばいいのこれ。そうだよ、料理酒と醤油で食いたかったな。あんたが出しすぎだよ、なんでも。そんなのね、そんだけね、出したらね、ニンニク入れちゃうか、追加で。そんなのね、そんだけね、やったら一瓶買ってもすぐ終わるよ。頭がねえんだよ、頭がねえ人間つはこんなもんだよ、みんな。よし、ニンニク仕事野郎だから、何もできねえんだ、クズは。クズって何もできないから、クズはクズだけのもんだ。俺、手が挟まれねえんだよな、具合悪い。困ったな。
私の小学向かねうち死にたかったよ。じゃあ多分死んだ方がもうバカしかいねえから、このうちは、うん、バカの集まりだから、ほんとバカだから、いつまで生きるかなと思って困ったよ。立ってないねえし、捕まってなくて、もういいと思って生きてることなんて、どうでも。うわ、飯食ったんだっけ。もちろんさ、作ったよ。いや、食わないの。いやね、食いたいの。いいよ、もう黙っててくれよ、頭いってんから。いや、食うんだったら残しとくよって話。じゃあ食っちゃったらいいね。あ、構わねえよ、食ったって。うん、食っちゃうね。食ったって構わねえよ。食えば、うんと太るから。また腹がいっぺんなら寝るんだんだから。そんなことは分かってる。そのウインナーとか、あれも焼いて。ウインナーとあれ開けられねえんだよ。焼いてって言われたって、立ってるだけで十分なんだよ。グラグラして恐ろしいよ、生きてるんだ。今日だってどうしようもなくって、腰が痛くて。梅雨が入るよ。今梅雨が入ったよ。ベーコンは知らねえ。これも焼いちゃう。もう賞味限切れてるから、これ26日だから。これも一袋焼いちゃうか、とりあえず。はい、ベーコン。ああ、立ってるがおことなんだよ。どうしたらいいんだか。じゃあ俺焼こうか。俺焼こうか。ああ。焼く？立ってないねんだよ。じゃあどうか。跳ねかすねよ。あ、どうか早く、どうかよ。火加減はこのぐらいでいいから。ほら、やってよ、俺立ってる。いや、分かったから座ればいいじゃないか。立ってるかやってたんだよ、今日は。どういんだか足と腰のバランスが悪く、ああ、どこに椅子があるんだよ、おめえ。ねえ、どこに座ったらもうもうちょいそっち座って、座ることは無理やん。ああ、ああ、きつい。来るの？いやだよ。じゃあこれ何なの今？ああ、ことだ。今までこんなことじゃなかったけどね。なんか頭痛くなっちゃった、この人たちと生きてると。あ、食うんじゃん。そうじゃなく、この人たちと生きると頭痛。さっきいらないって言った。だってとっとまりのねえことあの男はするから。掃除機かけてくれても、掃除機のゴミが入れ方も分かんないから、私が全部見てるわけだ。ゴミが溜まっても
おいで、シーツ見たら剥がしてある。シーツ剥がしたら困るんだよね。だって布団カバーよ、布団のさカバー汚したらどうするの。いらないいらない、食わない。ああ、汚さないでよ、もういいや。いらないとかな、クッとじゃない。鼻かさないでね。ありがとうございますね。その靴ありがとう。ナイス言っとかないと、まあもうナイスはもう正直変わらないとは思うけど、うん、ナイス言っとかないと。なんだ。一応言っといてください。皆さん、よろしかったらナイス、よろしくお願いします。よろしくね。ありがとう。ガラスの靴、ありがとう。ありがとうね。どうも、やけんとか、ひるめちゃん、ふわっちの、たまちゃん、ふわっち、ボックス、ありがとう。ありがとう。ベーコン全部やっちゃえばよくないこれ。もう言いづらいよ、跳ねるよ。焼けないんだよ。全部ここ入れない方がいいよ、残しといた方が温められるから。は、生焼きで残しとくんだよ。ベーコンやっちゃえばこれいいやん。全部ここやったらダメでしょ。あー、落ちた。やってもうた。まあ大丈夫でしょ。落ちたけど。落ちたけど大丈夫だよ。洗っとけんじゃねえ。大丈夫だよ、あんな。ゴミなんだから。僕らゴミなんですけど、ゴミぐらい食えるよ。あんたはゴミだけど、ほらゴミじゃねえ。あんたはゴミだけど、私はゴミじゃねえ。働きすぎて、こういう体になって。もう余り物を焼いてるだけですから。全部入れなくていいんじゃない。もうだからスペースがないの、焼く。あ、ほんと冷えちゃうから。いちいち文句言うなよ、マジやってんのに。丈夫な人間がやるんと、やっと立ってる人間がやるんじゃ違うね。介護さんのレベルが人間がやってるんとは。介護さんだったらやってもらってくんが当たり前だから、洗い物でも何でも。反対だから、私がやってんだから。あなたがやるって言うんだよね、俺がやるって言ったらさ。もういい、二度とそれ言うなよ、マジで。俺がやるって言ってもあなたが俺にやらせないだけだよね。お前しつこいぞ、マジで。そうじゃねえよ、二人とも外食したらいいように会って言えだ。俺これ、いや、予想ないと焦げちゃうから、これ、玉ねぎとか。こぼしたよ。こぼしたっつうんだよ。知ってるよ。拾えばいいじゃん、こぼしたのよ、生産が。拾わねえよ。汚ねえな。
玉ねぎ具はいいやもん。肉は。大ごとだもん。なんでこんな大ごとなんて、おかしいよな。なんか知らねえや。もう何もやってもらえねえから、この二人は。ね、会場が来てもじじい回してらねえ。あすぐんが忙しくて。てめえが会場受け取って。こんなもんべら。俺会場なんかいらねえよもう。もう組合を脱退した方がいい。そうですよ。何もできるはずか。気が強いよ。あいつは正月何やるんだい。正月聞かないです何食わんの。年越しそばでも作ります今日。年越しそばなんだ、買ってくりゃいいんだよ。だなんで買うんだよ、だって作ればいいだろ。もういつも作るという発想がないから、ね、いいんだよ、いや焦げるっつうのこれ、やっとかないと。こういうとこ食べるんだよ。みんな開けたってさ、冷えちゃうよ。フライパン残しといたらいいと思うけど、私は。弱火にして。これ、焦げるような火にするからね。旦那頭もね。旦那の頭もね。しょうがねえわな。残飯みたいになってるけどおめえみてえなゴミはな、こんなな残飯みてえな食ったらお似合いだよお前この野郎なあ、この残飯みたいな。なんでもいいんだよ、食えりゃ。腰がダメだな、今日はどうかしたかな。腰がまっすぐだったらうまいんだけどな。なんなにふんさ、ウインナーが焼けないの、これ全部。ちょっと跳ねるから。ウインナー全然焼けてないからまだ。跳ねるからもっと弱火にしてくんない。強火でやればいいんだから。でウインナー焼けないの、弱火じゃ。置いとけばいいんだよ、ほんとけ。ビジビジ音がしてるよ、あんた。あって跳ねてるんだよ。置いときゃいいんだよ。やかんや置けよな、全部な。汚したら置けよな。まあ、そこまで頭があんだから。もう焼けたかな。もうウインナーなんかいらねえから、私。食わねえから。いらないから、私。もう、いらないよ、俺。はい、焼けました。うん、細かいのよくおろした方がいいよ。くっついて焦げるから。これどうすんの。また片付けができねえわ、何やっても。ガチャガチャするんじゃねえよ。ああ頭痛い今日は。
ストレス溜まっていや俺が腹減ってたのになんでそんなバクバクバク吉田さんが食ってたのね。俺は食ってないもん飯ちょっと熱いわこれな餅食ったって言ってたやんさっき料理じゃないですよこれ。 あまりも焼いただけだからこれ料理のレベルじゃないよ。ダメな人間めだ。なんで会場回さないかね。あのジジイ、アスリーが剥がしたシーツどこ行ったかね。与田ジジイがよ。江戸が出るようなやろ。まくれ手ぬぐいでつらく言ってよ。だらしのね男だ。お前が洗ってきたやつをあのビニールをねビッグサクもしねえんだよ。自分でズボンいっぱい信号に洗ってもらってね、ズボンがねえってえばってる。自分で洗ってきてもらった中を見てさ、自分のねズボンぐらい畳むんが普通だよ。それもやらないかんね。私は大変なんだよ畳むったって。手で片っぽの手で持ってってさ、あの慎吾のものと一緒だと髪の毛いっぺんくっついてんだよ。めっちゃ寒いわ。まあみんなこれ食べる。いやね。今日のテレビ版まであれへんねん。え？テレビ版までねえよ。なんか下怒ってんだけど。なんか。怒ってでも知らないわ。もう怒ってたら怒ったらいいじゃないか、あんな。どうかねえよ。怒ってたらお前死ぬのかじゃん、お前。うん、死ぬね。今日はさ、横になってテレビ見ようと思ったらシーツ剥がされちゃったよ。寝とかれんね。布団カバーの上に寝たらカバーは取り消るの大変だから、ああいうやつは何もやったことないからわかんないんだ。バカで。ご飯炊かないような謎だわ。あのね、ご飯を炊いたらこの人が怒るんです。怒るでしょ、別に。関係ねえ。怒んないやったら俺炊こうか、ご飯。いいよ、別に。え、いいの？炊いていいの？いらねえっつんだよ。いや、いらねえじゃない。炊いていいのかって。いいよ、散らかされるから。つまり何？どう炊いちゃダメってこと？うん。だそうです。この子はね、食ったものをきちんとその後にねするから、最後まで面倒見ないから。ご飯食ってもね、置きっぱれだったら悪くなる。かえってチンするご飯のが安い。この子はそういう子だから。いやいや、チンするご飯のが高いから、お前いくらすると思ってんだよ。そうじゃなくって、あの炊いた方が安いから。あんた炊いてもダメな人間。なんでよ、もう行くわけ。何が、いや今ご飯温めてる。あんたの場合はさ、炊いたご飯をきちんと最後まで食えない人、そんなこと分かってんだよ。食えりゃいいよ。食えねえでほっときゃチンするご飯の方がよっぽど安いよ。わかった。目玉焼きも焼いちゃうか。これ目玉焼きとか、ニューとか今まで寝てて飯2杯。まあいっか。
よく食ってね、ご飯粒かけないように私が大変だから。玉ねぎ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 、はい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 、あんた自分の部屋片付けた方がいいよ、正月が来て。醤油こぼさないでね、周りに。あれ花火が鳴ってる。いや、ね、なんだわな。あ、今日24時回った瞬間花火やるんじゃない、年明けだから。そうじゃないの、私はどこも行けねえから。別に行く、私はどこも行けねえから。いいけどさ、なんでもうこれ食やと少しはいらねえや、こんなに行って食や。銃が当たる。なんでこれ。気持ち悪いわ。皮が硬くてどうもねえや。これで太るわ。どうしようねえや。あっくっす、めっちゃ花火鳴っとるやん。俺かな、もう醤油なくなってきたな。うん、食べないもっと食う。玉ねぎ食えねえよ、そんなに。うん、もういらない。あ、うまい、食え。何がいい。食え。もういい。これ全部食っちゃっていいの。ああ、うそ。じゃ食っちゃっていいの。何を。これ全部食っちゃっていいの。玉ねぎよな。食えんのな。俺の食いかけどうだっけ。どうだっけ。わかんなくない。俺だってろくなもん食ってねえよ。これ入れてくれよ、玉ねぎは。こんな感じ手が震えてへんねん。どんだけダメの玉ねぎ。玉ねぎは体にいいから。もういいよ、もういいよ、もういいよ。こんぐらいでいい。あー、ここくっついてるわ。じゃあ残り全部俺食うよ。あー、くっつくんな。もういいよ、大変だいな。あー、優秀さんから年越し花火届きました。ありがとうございます。うん、おいがおいがおいが、優秀ちゃん、ありがとうございます。お前がお前がお前がタブラシキュアウィンドでビグレークソフトバンクトーンマフ、ありがとうございます。ありがとうございます。優秀ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう、うん。あ、ダン、あー、大花火来ました。優秀さんから。優秀ちゃん、はい、めっちゃです。あー、大花火が、ありがとうございます。優秀ちゃん、
お前がお前がお前がアラブの石油を生みのでビレッジを注ぐサンマサササー大花火、大花火ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとうございますね、ゆしゅうちゃん、ありがとう、たくさんにありがとうございます。うん、今日はね、シーツは剥がされちゃってがっかりした ね、 ね、剥がしてくれたのはいいけど、布団カバーで寝られたんじゃ弱いじゃないよね。ね、ほんでもう遊びに行っちゃってよ、パチンコに。掃除機はかけてくれたんだよ。でもね、ゴミがいっぱいだって、取り替え方はわかんないから、壊されるから、私が袋をつけてやった。そう、かけて。何それ、言ったら、まあ、もう変わんないとは思うけど。あ？ランキング変わんないと思うけど、一応言っとけばね。ナイス、言うだけただし、皆さんナイス、よろしくお願いします。もうナイス大丈夫だと思うんですけど、うん、もう変わらないとは思うけど、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、ありがとう。あたまちゃん、あーだってボックスだって、ボックスありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう。あんたあれ消せよ、うん、換気扇。昨日、昨日姉さん誕生日でやってたで、見てた、黄色い毛でやってた、はあ、最後まで見てないけど結構終えたみたいな、うん、どのぐらいやったんかな、知らないけど、うん、また、うん、え、また誰、え、来ました、え、誰、あ、ねねちゃんさんから年越し花火いただきました、 ありがとうございます。ねねちゃん、いつもありがとうね、ねねちゃん。お前がお前がアラブの石油をウィードでウィードで発送くそんばらして、あ、これあるさー、年越し花火、年越し花火、センキュー、ありがとうございます、ありがとうございますね、ねねちゃん、いつもありがとう、来た、ありがとう、ありがとう。なんでこの子こういう子なの、ね、この子うるさいよね、お前がお前が言ってもうるさすぎるし、もっと落ち着いて言ってもらいたいよ、頭に響くね、もうこれでいっちゃうんじゃない、散らかして、でも多分ナイさんあんま考えたのが、夜またちょっとやればいいんじゃない、休んでもいいんじゃない、とりあえず何が休んない、まだやんの、何がもうやっててもいいけど、あ、片付けなくちゃうぞこれ、あんた片付けてってよ、んじゃ片付けてってよ、困ったね、またやりっぱなしで行っちゃってよ、ダメだこれね、ね、うん、何もしないからね、あの子はね、ほらこういうものなんかね、ちゃんと袋入れられない。ね、床にほっぽっとく。ね、考えられないね。人間としてね。ありがとう。片付けしようねってね。そうだよね、ゆうしゅうちゃんね。こういうのね、床にほっぽってあるの。すごいよ。すごいね、ご飯食い出してね。
これだから自分の部屋もあのざまだよ。ね、何にもできない子。ね、何一つできない。ね、私がこれ全部片付けるんかね。ね、また。そうしたら私、日本の歌見られないね。もう始まってるよね。醤油使えば置きっぱなし。ね。このぐらいやってってくれてもいいと思うんだよね。ね。そうでしょ。私、こういうとこ捕まんないと動けないんだよ。何にもしないんだよ。自分で食えばおやりっぱなしだよ、何でも。あんな子いないよ。ああいう子は人間のクズだから。本当に。悲しくなるよ。ね。これをひん抜けばひん抜きっぱなしでいっちゃう。ね。何やってもダメだ。もう、諦めた方がいいね。イライラするだけね。男もそうだ。シーツを剥がしてそれっぱれで遊び行っちゃった。まだ剥がされない方がいい。ね。布団カバー汚したらどうしようもないよ。ね、もっと大ごとだよ。布団を汚さないように敷き、ね、敷き布団にし、カバーかかってるんだよ。それを、ね、シーツ剥がしてそのまま。ダメだよ、ああいうことをしたら。枕もそうだよ。枕カバー取っちゃって。ね、もみ殻のやつで直にやってて。あれ、汚れたらさ、私が言ってやったの。ほいさ、最近ね、タオル置いてある。そのぐらい頭でわかんねえかね。ね。この子もそうよ。ご飯こんなにくっついてんの。ね。これさ、流しで洗ったら、詰まっちゃうよ。ね。うん。ほんで、詰まったってさ、私は全部、今までやってたよ。うん。排水口は全部。今、私がやったことが全部ストップ。排水口も。みんなブクブクって音がします。ね。人間はさ、生きてる限りはやっぱりね、やらなくちゃやらない。排水口、ただ洗えばいいってもんじゃないよね。ね。パイプユニッシュとかさ、いろいろね、私全部取って洗ってたよ。きれいに。うん。全然やってないかんね、今ね。誰もね。ただ使ってればいいというもんじゃないよね。親が死んだらどうすんだろうね。だから配信が終わるといつも私どういうことをやるよ。ね。あとは、電池。電池がね、温めすぎて、梅雨がこぼれてた。この間。うん。そう。すごいね。なんか人間と一緒に暮らしてないよ、私。この二人抱えてると。人間ではない。本当に。ね。みんなやりっぱなしだよ。何でも。ね。ひどいよね。自分でさ、バッテリーがなくなるよね。これ刺しとかないとね。そうだよね。ありがとう。ありがとう。イベントさん、ガラスの靴さん、こう、ありがとう。優勝ちゃん、配信終わってからって。ありがとう、優勝ちゃん。そう、ごめんね、思うと思った。ナイスは順位変動ないよって。ありがとう、ねねちゃん。ありがとう。マサさん、年忘れる日本の歌見ましょう。本当だよね、見たいよね。もうやってるんでしょ。ね。おいで、会場が来てたって回してくれないしさ。慎吾に頼んだんだよ。そしたら俺は見近所に割られるから行かねえって言うんだよ。ね、会場なんで男は回していかないの？自分で受け取って。ね、あんこさん、慎吾さん、よせさん、利用してる。そうだよね。はるみさん、ガラスの靴、ありがとう。カフェちゃん、ガラスの靴なんか、ありがとう。日本の歌見ようって。そうだね、ねねちゃん、うん。今日は早めにテレビ見てゆっくりしようって。ありがとう、ゆうしゅうちゃん。ありがとうね。じゃあ、もう、消す、うん、消していい？ごめんね。うん、ごめんね、うん。
今ここ数字が出たら消すよ。今これで食べてるからありがとう。あと何分で切れるんかな。日本の歌見てね。ありがとうありがとう。それ楽しみにしてたリアルキューピーちゃんね。うん、ありがとうね。こうちゃん、うん、ピッていいよ。ありがとう、うん、ありがとうね。階段マンあーだよってね。ゆうしょうちゃんゆっくり過ごしてねって。ありがとう、シンデレラニコ。ありがとう、ゆうしょうちゃん。ありがとう、ありがとうね。ガラスの靴3個ありがとう。イブちゃん、ナイスしたーってありがとうね。ね、リンタン、リューバイありがとう。リューバイ、ユーショちゃん、え、年忘れ花火をプレゼントって。ユーショちゃん、たくさんね、ありがとう。ユーショちゃん、お前がお前がお前がアラブの石油王、ウィンドゥ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソンパサヨシ。ユーショちゃん、年忘れ花火ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとうね、ありがとうね。皆さん本当ありがとう。今年一年ありがとうございました。涙が出るよ。みんなリスナーさん優しくて涙が出る。ありがとうね皆さん。今年一年ありがとう。皆さんも良いお年をお迎えください。ありがとうね。猫ちゃんもありがとうね。ピカちゃん泣かないでって言うんで、みんなのがよっぽど優しいよ。ありがとう、本当に。本当よしえさん心配ですって。ありがとうね。パールちゃんありがとう。風船ありがとうね。キューピーちゃん5時20分切って大丈夫だよ。ありがとう、ありがとうね本当。あ、ねねちゃん泣かないでって。ありがとう、よせさんって。ねねちゃんありがとう。お前がお前がお前がアラブの石油王、ウィンドゥズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソン・マサヨシ、ありがとうございます。ねねちゃん年忘れ花火ありがとうございます。ありがとうございます。パチパチってありがとう。20分で切っていいの、うんね、良い年をってありがとう。皆さんありがとうね。皆さんもいい年をね。ひめるちゃんハートありがとう、ありがとうね。皆さん本当にありがとうございましたね。一気競争みたいですねって。この人何アンチね、うん、ゆっくり良いお年を。20分に切って大丈夫。ありがとう、ありがとうねねちゃん。20分だったらね。ありがとう、よしえさん。来年もよろしくお願いします。こちらこそ、ゆうしゅうちゃん。こちらこそ、いつもお世話になります、ゆうしゅうちゃん。お体気をつけてね、ゆうしゅうちゃん。金銀堂さん、ありがとう。こんばんは、ナイスって。ありがとう。20分で切っていいってみんな言ったから切るからね。皆さんありがとうございます。今年一年ありがとうございました。私を応援してくれてありがとうございました。皆さんもいいお年をね迎えてください。良いお年をってね。ほっぺもちもちって。そう、マルタンありがとう。ハートありがとうね。ありがとう、一年お疲れ様って。ありがとう、キューピーちゃん。タマちゃん、こちらフランチボックス6個、ありがとう、ありがとうね。ありがとう、一年間お疲れ様でしたって。ありがとう、ゆうしゅうちゃん、ありがとう。猫ちゃんバーガーありがとう。あ、切るかね、20分でね。本当みんなありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう。お疲れ様でした、よしえさんって。ねねちゃんありがとう。
またねってありがとねキューピーちゃんね、うん、ありがとう肉まんさん良いお年よってありがとう小豚ちゃんありがとう、うん、振動はってねありがとう小豚ちゃん小豚ちゃんありがとういつもありがとうありがとうねありんこちゃんもお疲れ様ってありがとうねたまちゃんまた来年もこちらこそよろしくねほのかちゃんもありがとういつもありがとうねありがとうあと1分で切るね20分で切るんだって言うからねよせいさんたこ揚げしないのってたこ揚げできないようん、ありがとう。イベントさん、いろいろありがとう。ガラスの靴たくさんに。ありがとうね。もう切って。ありがとう、ねねちゃん。いいのね。ありがとう。ありがとう、皆さん。いいお年をね。ありがとう。ありがとうね、皆さん。ありがとうございます。切るね。